内藤武義は、日本の政治家秘書、新聞記者、東門空手会顧問、福岡県出身、福岡県立周遊館高等学校から、早稲田大学教育学部に入学。同大時代は、空手部に在籍していた。卒業後、毎日新聞に入社、政治部記者となる。記者時代に、総大 OB で、読売新聞出身の政治評論家である。 宮崎義正とちぐを得る。宮崎から竹下のボールを紹介され、目をかけられ、竹下の次女丸子と結婚。その後、二男一女を設ける。結婚後、1972年7月に毎日、新聞社を退社。同年12月の第33回衆議院議員総選挙で、福岡一区から立候補をするが落選。同選挙区では、山崎拓が初当選している。 その後、竹下の施設秘書となる。1985年2月に竹下が創生会を結成。その期間し、創生の編集長となる。同志は竹下が首相に就任した際に氏名を、形成と変更。奥田慶和が名目上、編集長を務めるが実際に編集を取り仕切ったのは内藤であった。形成は途中から電通が入ってきて、手伝うようになるが、 竹下が首相を辞めた際に、電通に断って発行を辞めた。創生は、電通が入るまで内藤が一人で編集を手掛け、表紙から編集後期まで全部一人で10年以上担当していた。1989年に、KBS 京都の社長に就任した福本国夫に従い、常務社長室長に就任。1991年に、 役員総退陣の方針によって役員から退任。総代講師及び同大空手部の監督を務め、同部の講演組織、東門空手会の会長を2003年から2006年にかけて務めた。また空手に関する著作を多く上司している。子供たちによると、昔は厳格な父親であったが子供たちに流行りたいことをやらせる主義であり、年を取るにつれ、 ふんわり系になっていったという。ただし30を過ぎた子供たちに対してもピアスを開けることだけは未だに認めない昔方たな一面もある。大の飛行機嫌いで、それゆえにプライベートでも海外旅行に行こうとはしない。父は建設会社社長であり、福岡県 PTA 連合会会長を務めた内藤洋一郎。中学主有館在学中の1920年には、 京都の第二本武徳会が主催し始められた第一回全国中等学校柔道大会に周遊間柔道部の大将として出場し全国優勝を成し遂げている。長氏は野見山行司の最初の妻であった。義父は政治家で第74代内閣総理大臣の竹下登。長女は漫画家の英久永次男は歌手の大五。長男は一般企業の会社員であり。 彼の家庭に一男一女がいる。ありがとうございます。